こんにちは、おじちゃんだよ。みんな、とっちゃとかっちゃの言うこと聞いて、おりこんにしらかな。今日はね、鹿のお肉の食い方を見せるよ。お山で、鹿ば、バンってやって、そこで解体して、持ってきたお肉を、今度は家で食べられるようにチョキチョキするよ。これ今映ってるのはスカの足の肉だよ。足のところだよ。もものところだよ。大きいでしょう。これを今から食べられる大きさにチョキチョキするよ。これがお肉だよ。これをもっと細かく切るよ。これもお肉があんまり脂が入ってない赤身のお肉でヘルシーだよ。ほら、綺麗でしょ。綺麗なお肉でしょ。ほら、すごく美味しいんですよ。これをほら、一口サイズに、チョキチョキしたよ。ね、あんまり刺すが入ってない、赤身のお肉だよ。綺麗なお肉だよ。ほら、これは、焼き肉にするよ。ちょうど、あ、これもそう、うん、これも切ってるところだよ。みんな焼き肉大好きかな。鹿の焼き肉は美味しいよ。あ、これはレバーだよ。レバーというのは肝臓のところだよ。肝臓、これもレバーだよ。肝臓が悪い人はレバーを食ってください。薄皮があるので、これはキラッと剥がすよ。剥がしてから切るよ。あ、もうヤギ肉やってるよ。赤身のお肉のところね、鉄板の上に乗せてるとこだよ。そしてひっくり返すよ。美味しそうだよ。焼けてきてるね。ほら、焼けてきて、これは、いただきますよ。美味しいよ。ね、青森県の有名なタレがありますね。スタミナゲンタレがあるね。お好きなタレで食べてくださいね。これは、ニンニクと、バターでソテーみたいにしてみましたよ。ほら、こういう風になりましたよ。これも美味しかったな。ニンニク、ガーリックバターだね。ガーリックバターでこれはそうそうそう、レバーのところば、レバーニラにしましたよ。そう、これもレバニラムにし、鹿のレバニラだよ。これ美味しいよ。栄養たっぷりだよ。明日はもう、元気100倍だよ。これはね、揚げで見ましたよ。揚げでね、なんかソース作ってね。揚げでも美味しいよ。こういう、中華料理あるでしょ、こういう。白髪ネギみたいなネギをこうやったのさ、こう油っこビャーっとかけたよってやつさ、スルですよ。ちょっとわかりにくいけども、スルですね。スカズルかな、スカズルですね、スカズル。これ美味しいんですよ。まだこれも温まりますよ。今の時期にぴったりなスカズルだな。冬にぴったりなスカズルね。これお肉と左の方
カドッコサウズってるのはニンニクね。ニンニクと一緒にやればもうバッチリですよ。あ、これはね、レバーを生でいただきます。でもね、野生のお肉をね、生でいただくときはね、気をつけないとダメですからね。バイバイ。